皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエビルダーズ2やっていきましょう。ムーンブルクに戻ってきました。もうなぜかというと、ハカブサの剣、メタルゼリーが足りなくてまだ作れてないので、今回はハカブサの剣を作りたいと思います。はい。で、前にですね、ロッドの剣を作った時にワープできるように車を置いたんで、ここにワープして、どれくらいで出てくれるかわかんないんですけど、行ったり来たりをしながらはぐれメタルを狙いたいと思います。はぐれメタルが1匹でも出てきてくれれば、メタルゼリー2個ゲットできるので、はやぶさの剣が作れて、今つけている破壊の剣の見た目装備を変えれば、はかぶさの剣いけますよね。じゃあ見ましょう。お、いる。こんなになんか手前にいるの初めてなんだけど、まずい。だって呪いのまま来てるから私の攻撃が何も当たらない。やばい、このうーってなるやつが呪いの正体なんだけど、これやってるとシドウくんに頼るしかないんじゃないかな。空腹だし、待って、ご飯食べてなかった、まずい。ちょっと待って、あのベンチ持ってる場合じゃないんだ。なんかないかな、ちょっと溶岩ステーキとかでいいかな。とりあえず食べよう。40% まで回復。あー、このバーっていうのが嫌だ。せっかく合ってんのに逃げられないようにしなきゃ。せっかく1回なのに。待って、ちょっと待って待って、どっち行くん。そっち行かないで、逃げちゃうから、やめてやめて。まだいる、まだいる。あ、いなくなった。いないよねこれ。あ、逃げられた。これ呪いで来てるからな気がする。外してこよう。悲しすぎ。ただいま、ムーンブルク2回目です。呪い外してロトに変えてきました。これならいけるはず。多分ご飯もね食べてきたから 98% だし、いいよね船長、いけるよね。出るかな。いや、何回か来ないといけない気がするんですけど、さっき1回目で出ちゃったから不安すぎる。見に行きましょう。とりあえず見に行って、いたら今回で決めたい。さっきここにいたのにな。あ、いないかも。うわー、いない。いたってなんで来た時いなかったの。ちょっと時間かかる。倒そう、寝てるし。こっち側から追い込めば向こうにしか行かない。シドウくん頼む。待って、なんでの。大丈夫、もう呪いはないから。何回かやれば当たる。来たーやったー。なんかサクッと出ましたね今回。ちょっと氷持って帰ろうかな。これで帰ってハヤブサの剣作ります。サクッと帰ろう。嬉しい。いや、こんなに早く出るんだったら前回作ればよかったですね。なんだ、運が良かっただけなのかな。これでも空っぽ島とムーンブルクの行き来で、さっきのところで何回か来てれば出るっていう話を聞いてたんですけど、いい感じに出たね。嬉しい。さあ作るよ。赤ブサの剣って一応というか完全な隠しレシピだと思うんですけど、そんな名前の剣ってドラクエのシリーズに多分ないよね。私ドラクエシリーズだとやってるのが少ないんだけど、ないもんね。待って、鋼のインゴットが足りない。あれ、てかの王者の剣がない。取り忘れてる。
破壊天体指導で落ちるはずだったんだけど、取り忘れてる感じがする。え、今気づいたんですけど、これやっちゃってますよね。どうしよう。でも確かどこかで何かのモンスターが素材島でもレアドロップであった気がする。なかったでしたっけ。いや確かあった気がするので、まだ1回もレアドロップで出てないんですけど、え、今度行こう。王者の剣欲しい。っていうかレシピがないっていうのが悲しすぎる。まあ、今回はね、はやぶさの剣を作って、はかぶさの剣にしたいからいいんだけど、もう一回見よう。ないよね、ないよね。ないなんてことだ。一回しか行けないのに。うわー、これってもしかしてまあやり直す気はないんですけど、ストーリーやり直した方が早く手に入るとかそういう系の気もしなくもないんですけど、まあいいか。とりあえずこれで作れるんで作ります。いや結構やらかしてますね。これでハヤブサの剣ができたんで、あ、でも合わせるんだったらなんか刃の鎧と合わせたらかっこいいかも。でもこれミスリルないから我慢しよう。今の装備でつけてしまおうと思います。さあ見た目変えるぜ。でその前に間違っちゃうんで、破壊の剣を出しておこう。そして破壊の剣を装備、再び呪われる。呪われてない時間の方が今短かった気がするけど、これで見た目を変えます。女の子のまんまで、手持ちを今、ロトの剣にしてるんで、これをハヤブサの剣に変える。するとどうなるのかな。まだハヤブサの剣だね。保存して閉じて、あれ呪いは消えてる。これは残った。いやそっか、見た目装備でも残るよね。あ、できたできた、ハカブサの剣。攻撃力126、一度に2回攻撃できる破壊の力の宿ったハヤブサの剣。すごい、これ外せるんだ。お、普通にゲットできてる。いや視聴者の皆さんからコメントで教えていただいてたんですけど、やっとできました。でもあれですね、見た目装備で使った方は残ってるけど、破壊の剣はなくなっちゃうんだね。なるほど。ちょっと見てもいい？撮影の画面にすれば多分近くで見えるような気がするんで、見た目が気になるんで見てみようと思います。あ、上の方から撮っちゃったから見れないかな。でも見た目ははやぶさだね。手持ちのとこかっこいい。てかなんで頭に照準が合うのか。いやー作れましたね、嬉しいな。じゃこの喜びを白爺に報告しに行こうと思います。多分ね、メダル系もちょっともらえるものが溜まってるはずなので、行ってみよう。白爺チャック。さあ小さなメダルとの交換、私今何個自分で持ってるのか全然分かってないので確認します。ちっちゃくなっても白爺は白爺だね。わしが預かろう。47も持ってたの知らなかった。そんな持ってたんだ。メダルを34枚で旅の楽譜集1個。楽譜集だから結構あるのかな。戦士の旅の楽譜、商人の旅の楽譜、遥かなる旅の楽譜。え、音気になる。お、サマルトリアだ。うわ嬉しい。え、誰か来てくれませんかね。スカーフは多分見た目装備ですよね。
に、これも見た目だよね、頬紅つけたいなんか変な感じになりそうな気がするけど、今の格好でプラスしたらまずいよね。情熱の踊り、え、ブギウギ酒場、なんか赤の書いた口に似合いそうな気がする。お、魔女帽子か。これって私女の子だから魔女なのかな、男の子でも魔女。ブロックメット62枚で花飾り、これも見た目ですよね、レシピじゃないから。きた、はぐれメタルの盾のレシピ。これメタルゼリー相当使えそうな気がするんだけど、ちょっと後で見ます。ムーンブルクの服、え、ピンクかわいい。怪しい仮面、怪しすぎる仮面の人になりたいからこれちょっとつけよう。城の楽譜集、伝説の王城の楽譜。お、昼の王宮ってこと、夜もある、あるんだ夜の王宮の楽譜ももらったよ。で80枚、82でハグレメタルの鎧。サマルトリアの服はサマルトリアの王子の服、ハグレメタルは固まったハグレメタルを素材にした盾。あ、王女の服だ、これ着たい王女の服着ながら、あの仮面かぶったらおかしい人になるかな。はぐれメタル系って多分あと2つあると思うんですけど、何個だろう。全然だよ、90だよ、はぐれメタルの剣頑張ろうはい、ということで今回ははかぶその剣作れました。はぐれメタルのためにまたゼリーは作るときに集めようと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!